皆さん、こんにちは。今回も仕事場を48箇所変えたシリーズなんですけれども、3回目は測量補助です。まず、測量補助っていう仕事がどういうものなのかっていうのを簡単に説明します。道端や工事現場などでこのようなことをしている方々を見たことがあるんじゃないでしょうか。 このカメラみたいな装置を使って何かをしている方が正社員で測量士や測量司法という方々がやっています。一方、赤と白の棒を持っている方がいますけれども、そちらが測量補助という仕事です。そして今回もこのような内容で話を進めていくんですけれども、まず一番目のその仕事へついた理由ですけれども、 この会社の次長の方と私の父親が知り合いだったので紹介で行きました。ですので特に履歴書を書いていくとか面接は一切なくて、もういきなり当日行って働きました。次は仕事の内容ですけれども、これは図を使って説明します。まずこの白と赤の棒を持ちまして立っているんです。その後少しずつ後ろの方に下がっていくんですけれども、 近場なら声で聞こえますけれども、遠くになると聞こえませんよね。そういう場合は、このトランシーバーで連絡を取り合いました。そして指示された通り、後ろの方にどんどん下がっていくんですけれども、それは山の中であったりとか、えー、川の中であったりとか、結構大変な道のところも入っていきました。ちなみに現場は、長野県から岐阜県まで移動したりで、 移動に1時間ぐらいかかる場合もあったんですよね。つまり往復で2時間車での移動でした。そして夏は川の中まで入るので、胸の部分まである防水用のズボンを履いて遡っていきました。また冬は雪の中をズボズボ入っていったということもありました。 ちなみにこれが測量の機械なんですけれども、私はそこまで深くやっているわけではありませんので、これがどういうものなのか、原理がどうなっているのかわかりません。次は給与ですけれども、これは1日5000円という決まりでした。労働時間などはこんな感じです。朝9時に着きまして、そして16時頃終わりました。正社員の方っていうのは多分8時とか、 8時半には出勤されていると思うんですけれども、私たちバイトっていうのは何の用意もなく車に乗り込んでいきなり行くだけですので多分遅くて9時だったんだと思います。そしてバイトは終わりが16時なんですけれども、正社員の方っていうのは集めてきたデータを何かパソコンに入れたり、えー、図面を書いたりするんでしょうね。ですのでもっと遅い時間に終わってたと思います。 次に、取ると役立つ免許や資格などを紹介しようと思います。測量業界で必要になるのは、測量士と測量士法の2つの国家資格があります。測量士法になるには国家試験に合格するか、養成学校で学んで取るっていう方法があるんですけれども、その他にも法政大学の通信教育部の中にあります、 地理学科っていうところを卒業して取得する方法もあるようです。なお、これは個人的な見解なので参考程度にしていただきたいんですけれども、この業界でのステップアップは大体こんな感じだと思います。まず、測量司法の試験自体が高校1年終了程度の数学の問題が出ますので、その前段階として実用数学技能検定の準2級は合格したいですね。 そして測量士法の上にあります測量士を取りますと測量計画までできるようです。そして測量士のさらに上にあります土地家屋調査士まで取りますとなんと表示の登記ができます。表示の登記が何かっていうのはこの動画の最後にリンクを貼っておきますのでそちらをご覧ください。戻りまして 7番の働いた時期に世間で流行っていたことなどを紹介します。こちらが1994年で特に印象に残っている7つなんですけれども、まず1番目の中華航空の墜落事件なんですが、これは地元の人たちが結構多く亡くなっています。そして6番目は夏コミの初参加だったんですけれども、これは晴海会場っていうところへ行ってきました。 友達に誘われまして、前の日から行ったんですけれども、なんかでっかい体育館みたいなところにみんな集まってまして、そこで一晩過ごしましたね。そして7番目はスクーターで事故に遭いました。ここが事故現場なんですけれども、測量会社から自宅へ帰るときにこの信号機の手前で横から車が出てきて、まあ跳ねられました。 今と違って反射神経が良かったので横から車が来た瞬間に飛び降りたのでまあバイクだけ反対車線の方に吹っ飛んできまして自分は助かりました。今だったらもう警察にすぐ言ってそして保険金の請求をするんですけれども当時高校生で意味がわからないので相手の方にこの5000円でなかったことにしてくれって言われてそれで済んじゃいましたね。 ほぼ怪我はなかったんですけれども、スクーターの方のハンドルがまっすぐじゃなくなってましたけれども、まあ乗れるんで斜めに運転して乗ってましたね。話を戻しまして、良かったこと、苦労したことなどを話してみようと思います。まず良かったことですけれども、この仕事は車での移動が長かったので、実動時間が短くて楽でした。さらに色々な場所に行けましたので、これは面白かったですね。 そして1日5000円っていうことなんですけれども、これは実動時間が短いので、時給計算すると多分1000円を超えてくると思います。次に苦労したことは、夏は暑く、あと虫がいて危なかったんですよね。そして冬は寒くて、雪山の中でも入っていかなければならなかったので、相当寒かったです。あと、思い出なんですけれども、一回だけとっても怒られましたね。 大体3人で移動してたんですけれども、1人の人は次長の方でもう1人の方は普通の正社員なんですけれども、その次長の方にすごく怒られました、それ1回だけですね。どういう状況で怒られたかと言いますと、すごく急斜面のところをその次長の方と正社員の方が測量してたんですけれども、あまりにも急坂だったので、岩が落ちてきたりするんですよね。そして私の役目は 遠くから車が来るのが見えたらすぐにトランシーバーで車が来たって言って知らせる役だったんです。なぜそういうことをするかと言いますと、次長の方が坂を登っていくんですけれども、その時に石が落ちていっちゃうと、下の通った車に当たっちゃう恐れがあるんですよね。ですので次長の方は車が来ないうちにどんどん登っていって、そして車が来たって言ったらピタッと止まって、石が落ちないようにしないといけなかったんです。 ところが山の中ですので、めったに車なんて来ないんですよね。ですので、私、ぼーっとしちゃってたんですよね。そして気づいた時には、もう結構、車が近くまで来てたんですけれども、ああ、もう来ちゃってるからいいやと思って、黙ってたんです。そう言ったら、通り過ぎてから、おい、何やってるつってって、怒られましたね。まあ、怒られて当然のことなんですけどね、そんなの、車にもし1が当たってたら、その修理代って会社が負担しなければなりませんからね。 まあこのことをきっかけとして怒られた場合の意味とかそれに対してどうしたらいいのかとかいろいろ考えるようになりましたね。ですので良かったと思います。なおこの仕事は2回やったんですけれども2回目の時には高校時代の友人も誘って働いていました。今度その友人に会ったらその話してみようかなと思います。 最後に辞めた理由ですけれども、まあこれは辞めたっていうよりも、高校が休みだったので働いていただけなので、高校が始まったから終わりました。最後に、この測量補助の評価を自分なりにしてみようと思います。私がこの測量補助をやっていた時っていうのは、まだまだ測量の仕事がいっぱいあったようなんですけれども、最近は公共事業も減りましたし、 あとドローンでの測量とか GPS 機能で何かやってるらしいので手で持って測るっていうのはだんだん少なくなってきたんじゃないですかねちなみにこの会社今もあるんですけれども私の小中学生の時の同級生がここに勤めてたんですけれども仕事がなくなった関係で転職しましたですので将来性は2と判断しました そして給与水準ですけれども、当時の高校生の時給でここは結構高かったと思います。難易度は誰でもできますので1なんですけれども、ただストレスが溜まるっていうのはありますね。どういうストレスかと言ったら、やっぱり寒い、暑いとか虫が寄ってくるとかそういうところですね。そしてやりがいですけれども、やっている時はいろいろ苦労もありますけれども、いろいろな場所に行って楽しいこともありますので、 やりがいは3と評価しました。これで測量補助の説明を終わります。そして次回4回目ですけれども、ゴミ収集車の補助の説明をしていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。